いいサーブを切ったのは西村寧々香に見えている。西村寧々香、いいポジションをキープしたまま第1コーナー1番手飛び込んでくる。後ろから追いかけてくるのが松本レイヤー。西村松本の順番でいくか。ここで松本レイヤーが追いかけてくる2コーナー。しかしイン側に入っている西村、ここで廃炉を使いながら西村がよし、イン側から松本レイヤーを押し上げたいところが、レイヤーがアウト側から一気に加速を繰り広げていく。松本レイヤーが1番手で最終コーナー立ち上がっていく。しかし西村寧々香も最後のリズムセクションを諦めていない。しかしそれ以上に正確な、いやー、松本レイヤーのこの走り、レイヤーが一番手、これ西村選手の3番手がかなり激しい。今言ったじゃん流れ空まで。